10月26日、なでしこジャパン、サッカー女子日本代表、が韓国代表と対戦。その試合後の熱い姿が話題になっている。パリ五輪終了後にチームが解散となり、新たな体制で次に挑むなでしこジャパン。今回、新監督が決まらなかったため、佐々木則夫暫定監督のもとで、1試合限りの予定でチーム作りが行われた。 サッカー元日本代表の内田篤人氏がコーチに入るなど注目も集めた中で、国立競技場で試合は行われた。この試合は TBS 系列で中継されたが、そのピッチ解説を務めたのが元なでしこジャパンの鮫島彩さんだった。2011FIFA 女子ワールドカップで不動の主力としても活躍した鮫島さんが、当時監督だった現、佐々木暫定監督の新たな一戦を現地から伝えたが、 そんな彼女を見つけて感情を出してしまったのが熊谷先だ。鮫島さんは公式 X、旧ツイッターに試合後、汗だくで抱きつくのはそろそろやめようか。わら、のメッセージと共に写真を2枚公開。試合を終えて汗だくの熊谷が私服姿の鮫島さんに抱きついている姿だった。鮫島さんは困惑しているような心情を綴っているものの、 今日も見事にチームを牽引してましたお疲れ、さき、とも記しており、先輩、後輩の愛のある関係性がうかがえる。